はい、川口敏太郎の妖怪図鑑1分間図鑑です。これはね、本来東京スポーツで連載している現代妖怪図鑑の、1分間版の PR 番組です。で、まあ、例えばね、ちょっと面白い妖怪を紹介するんですけど、あの注射男って言いますね。こう注射器を持ってる全身こうね、こう包帯ずくめの男なんですけど、学校の帰る子供にちょっと今何時か見してって言って注射をしちゃうという。でこれ毒薬を注射するので、注射された子供は死んじゃうという話です。でこの妖怪生まれたのは先端恐怖症への恐怖、あるいは注射器を使った愛犬家殺人事件、このような影響を受けて、まあ生み出された妖怪が現代妖怪図鑑の注射男ということになっております。皆さん怖いですね。